こんにちはしさです本日は5年前ドラフトを振り返る最後の横浜 DNA 編でございます球団創設初となるクライマックスシリーズ進出を遂げた2016年ベイバーは8番目と後半でした筒豪選手が44本ロペスが固まっていて桑原選手や倉本選手そして宮崎選手らと野手が少しずつ一軍で固まっていた一方 投手は石田選手、伊能選手の2人が規定到達も2桁ならず、2桁勝利の山口選手の FA 講師が想定されたことで、先発投手の指名が予想されていました。そして、まず1位、浜口選手。大学時代、日本代表としてプレーし、多くの三振を記録。柳選手、佐々木選手と外した中ではありましたが、開幕前にアピールし、開幕ローテをつかみます。高城選手とバッテリーを組み、多くの試合に登板。 独特なチェンジアップが武器で多く三振を奪い一度怪我で離脱もありましたが最後まで投げ続け2桁勝利を記録しました CS でも好投し勝利中継ぎとしても登板すると日本シリーズでは3連敗で負けられない中8回途中までノーヒットノーランピッチングと素晴らしい1年目でした まあこの試合、能々こそ逃したんですが素晴らしいピッチングで勝利を挙げると、まあ、このあと1勝して、まあ、もう1勝すれば一気に3勝3敗とまでいけるいい流れではあったんですが日本シリーズはソフトバンクに負けてしまいましたしかし翌年は肩の怪我で投手離脱さらにもともと課題の請球でかなり大荒れ4者連続押し出しや1イニング6バーボールという記録を作ってしまったり厳しい登板も目立ってしまいました。 ただ後半には副長気配もあって日本代表にも選出。そして2019年7ファーボール出しながら完封勝利を挙げ、その後も完封など良い当番もあったのですが、良い時と悪い時の差がかなり多く、2回未満の交番が4試合。かなり期待も大きかったとは思いますが、大荒れの試合の多さでラミレス監督も早い段階での交番という決断も増やしてしまいました。 2020年は1軍で多く登板し試合は作っていたものの1年間1軍で投げ切ることができませんでしたただ今永選手東選手のリハビリさらに上茶谷選手の怪我と不などもあって開幕投手をつかんだ今季開幕戦ではかなり苦しかった一方その後は試合を作りながらなかなか勝利を挙げることができません 6月中盤には完封を記録などそこまでは12試合中9試合で9 s など球数が多くかさみながら試合は作っていました今永選手ら不在で先発がかなり課題の中試合を作れる選手がいなかった中彼は貴重ではあったんですが1年目以降100イニング以上を食えたシーズンがありません もともとチェンジアップとストレートが非常に良い投手で今はスライダー、カットボールのような球を交えていますが、まあ、このスライダーが決まるときと決まらないときでチェンジアップにも大きな差が出てしまうのかなという感じは否めませんかなり多く投げることはできていますが期待値や1年目の現状を考えると苦しんでいる印象は否めないかなと思いますそして2位、水野選手 大学時代ノーヒットノーランを記録し注目度もまずまず高く浜口選手、水野選手と左右のローテ投手を獲得できた、まあ、当初期待もあったドラフト1位2位指名だったのかなと思います1年目の当初2軍で好投があって1軍登板も4.2回3失点で敗戦その後、抹消され怪我の影響で2軍でも登板なくそしてオフに育成打診 翌年に手術が発表され18年19年ともにリハビリを行ってはいましたが2軍でも当番はなく19年オフに戦力外となってしまいましたそして3位松尾大賀選手1年目の2軍では102試合で1割8分5輪、2本25打点 OPS5 割2分8輪と多く出場し満塁ホームランを放つなど目立った活躍ながら守備での課題や打撃ではなかなかアピールすることができませんでした その後ウィンターリーグに出場ショートとして翌年は95試合で2割3分7厘1本29打点10盗塁 OPS6 割1厘三振は多かったんですがこのシーズンも多く出場し打率を上げ守備でも球際の強さはあったものの21失策などミスは目立ってしまいました U23 三ワールドカップで活躍しブレイク期待を予想されていましたが19年には75試合で1割9分3厘7二塁打13打点 OPS5 割5分1厘 結果を残すことができず早期ではありましたが戦力外となってしまいましたその後琉球でプレーされた後茨城でプレーそして先日トライアウトで1安打3出塁2盗塁できることのアピールはできたんじゃないかなと思いますそして京山選手選抜でアピールなど高い奪三振能力が期待をされ4位指名1年目には16試合で99.1回6勝6敗防御率4.1767三振 54四死四球としっかり投げることができチーム最多投球回その後ウィンターリーグにも出場し18年は1軍で怪我人続出などもあって開幕ローテーションをつかみますその後デビュー戦から3勝と球団の記録は作ったものの5イニング未満での降板も目立ちました球の強さや空振りを取る力は見せられ最終盤の加賀選手の引退試合では1人で降板した加賀選手の後に最後まで投げ切り循環投勝利と6勝を挙げることができました そして翌年も開幕ローテーションをつかむことはできたんですがその子は1軍で多く投げながら試合を作れない試合が目立ちます2軍では15試合で90回7勝5敗防御率2.6087三振33四死球としっかり三振を奪った一方1軍では請球に苦しんだり試合を作れず苦しい内容も目立ちました20年には2軍でかなり苦しい内容も目立ち8試合で31.2回2敗31三振防御率5.68 1一軍での機会もあったんですが苦しい内容で壁にぶつかっていた感じは否めませんただ今季は開幕前のオープン戦で素晴らしいピッチングで150キロを安定して超える内容もともとフォークスライダーは良かった上にカットボールをしっかりと安定させることができ期待されていたのですが当初は苦しかったですしかし後半には1軍のローテーションで投げ試合を作りながら勝てなかった部分はあったんですがカットボールの精度明らかに上がっていたように見え QS も記録 最終的には4点台後半でしたが良さも見せてきたシーズンでもあったのかなと思います来季、ローテーションつかみたいところです。そして5位細川選手 更新出場はなかったんですが、素材として指名。1年目の2軍では、114試合で2割一輪、10本、33打点、182三振、OPS6 割と、三振は非常に多く、脆さもありながら、高卒1年目から2桁本塁打。そしてチームの順位決定後には、1軍でスタメン出場し、初安打、初本塁打、初打点を記録。 そして最終戦でもホームランを放ちデビュー戦から2試合連続でホームランを放った史上初の高卒ルーキーになりましたその後 CS で代打でヒットを放ったり日本シリーズでも安打高卒新人ながら衝撃の1年目のシーズンでウィンターリーグでもホームランを放ちました2年目に1軍スタメン定着も期待されていたのですが2軍でも絶不調そして出場から離れた時期もあるなど本当に壁にぶつかってしまいました ただ3年目には73試合で2割9分3人15本、51打点、OPS9 割4人と2軍で率も上げ、出塁率も上げてきました。一方1軍では36試合で2割2分2輪1本、2、2塁打、10打点、OPS6 割5輪とホームランを放つことはできていたものの変革への課題というのは続いておりました。しかし2020年2軍では64試合で3割1分8輪13本、53打点、OPS9 割9分5輪 打撃タイトル総ダメ守備でもセンターを守ったり7盗塁と身体能力を見せた一方1軍では19試合で2割3分5厘1本間違いなく素材は本物で2軍でここまで成長を見せ高卒開始名からかなり期待も集めていますが今期も1軍で当初、助っ人不在で彼への定着が期待されながら苦しかったです。 2軍では56試合で2割8分16本32打点 OPS9 割6分8人と三振をかなり減らしてきたのはさすがではあるんですが代打等で1軍起用されながら定着とはいかずホームランを放つことはできませんでしたただ間違いなくプロスペクトしかし1軍の壁をなかなか破れません2軍の内容は確実に良くなってきています大卒2年目の年齢と考えるとまだまだこれからです 京山選手ともにチームを代表する選手になるために来季一軍で存在感をもっともっと見せていってほしいなと思いますそして尾中選手以前もお話しした選手ですので手短に1年目の早い段階で一軍初登板そして中盤にはビハインドで登板した後3者連続ホームランでサヨナラという劇的な試合でプロ初勝利を挙げました11試合で19点1回 防御率6.52、17三振15四球と、1年目で1軍で投げることができたのですが、オフには大和選手の人的保証で阪神に移籍。移籍1年目には12試合、2年目には5試合、3年目には4試合と少しずつ試合を落とし、21年は1軍登板ゼロでした。ただ、2軍では25試合で26.1回、3勝防御率1.37、32三振7四球。 彼はもともとスライダーが素晴らしいながらストレートのツー打が目立つ選手阪神課題のリリーフ来季こそ1軍に行きたいところですそして狩野選手1年目の2軍では63試合で1割3分4輪1本8打点 OPS4 割2分3輪とかなり苦しくプロの壁にぶつかっていた感じがありました 翌年2軍でも68試合で1割9分9輪、8打点 OPS4 割9分2輪3年目も79試合で1割8分8輪、1本7打点 OPS 氷 5, 5分1輪3年目の後半良くなってきたところがあったりショートとしてもプレイしてはいましたがやはり打撃でアピールすることができず1軍昇格ないまま戦力外となってしまいましたそして新藤選手独特なサイドハンドから150キロを超える速球を投げ込む投手 ルーキーらしからぬ風貌で話題も集め、1年目から開幕1軍をつかみます。高い出力で1軍を経験でき、12試合で15回防御率4.20、10三振12四死球。ただ2軍でも26試合で38.1回、1勝防御率4.46、31三振21四死球と、三振は奪えるんですが、四死球に苦しんでしまいました。 翌年は1軍当番なく2軍では33試合で42.1回防御率4.0441三振23四死球スピードは速く変化球も大きいんですがストライクとボールの差がはっきりしていてなかなか安定した結果とはいかずファーム回し要因的になっていました19年には緊急当番など1軍で5試合も7回防御率9.00 2軍では36試合で42.2回2勝1敗防御率2.7462三振27四死球と三振は奪えたんですが20年も1軍では5試合当番のみ2軍では20試合で21回防御率2.5710セーブ27三振17四死球とセーブを上げたのですが安定感はあまりなくウィップは1.62でしたこのシーズンオフに手術 これまでの請求課題もあったと思いますし、手術するほど良くない状態だったこともあったのか、スピードは落ちていて、今季も1軍では2試合のみ、その後登板も空いて、2軍では29試合で29.2回防御率3.03、35三振、15四四球もオフに戦力外となりました。そして佐野選手、ドラフト再開ながら、このドラフトの目玉になりました。 キャャッチャーファーストとしてプレーし守備で課題をかなり言われながら打撃で勝負強さなども評価されました1年目から開幕1軍をつかむと代打で多く起用スタメンでも起用されましたが1年間1軍定着というわけにはいかなかったものの2軍では77試合で2割5分5人11本35打点 OPS7 割9分と高いコンタクト力超打力を見せることができました そして翌年は一軍の代打で起用。当初は苦しかったんですが千賀選手から初本塁打打席数130と試合数から考えると少ないんですが勝負強い一打や長打を見せると19年は代打で目立った結果安打だけではなくサヨナラヒットその後満塁ホームランなども放ち目立った活躍4番としても起用されたりスタメン気温も増やしていきました 基本的に外野で多く出場し、得点圏での一打、速球への対応、コンタクト力等はかなり高い評価で、4番としても結果を残し、上位進出に貢献。そして翌年、筒子選手の遺跡で、首相に任命。開幕から4番として起用され、多く安打を放ち、勝負強い打撃。壁にぶつかる心配等もありましたが、これまでより高い打率、適応力を上げた上に、長打を放つことができました。 月間 MVP やさよなら満塁ホームランなどファンの期待に応えてきました。最終盤にヘッドスライディングで怪我も首位打者を獲得。そして21年も当初4番。しかし上位打線の出塁をなかなか返すことができず、率はまずまず出る側としてはさすがだったんですが、返す打撃で今シーズンは苦しんでしまいました。オースティンらが帰ってくると3番として起用されたり、2番としても出場など、1年間固定のポジションではなかったものの、苦しみながら3割をキープ。 正直守備は致命的で UZR-15.3、レンジランズ -14.9 とかなり苦しかったんですよね。それでもここまで再開指名から首位打者主軸になることができました。安定して3割を放てていて多くの試合に出場できるタフさ間違いなく最高評価になるのかなと思います。そして、葛西選手。 早稲田大学に一般で入学、野球部に入部も即退部し、その後独立のトライアウトから BC リーグでプレーし、最速151キロで育成入団。1年目の2軍では25試合で38.2回3勝3敗、2セーブ防御率3.72、31三振等三振を奪って、ウィンターリーグでも高騰。 翌年開幕前に支配下をつかむと2軍で24試合で25.1回1敗15三振防御率3.9121四死球も終盤に1軍デビューし2試合3回防御率0.003三振も死球と苦しかったです19年は2軍で22試合で29回2勝防御率1 8 6 2 3三振11四死球と三振は奪ったんですがなかなか1軍の壁が破れません 20年は1軍で1試合、21年も開幕1軍ながら満塁弾を被弾。その後2軍でも22試合で22.2回防御率6.35、16三振25四四球と請球の荒さと通打、オフに戦力外となりました。全体を通して1.5軍になれなかった選手たちも多かったんですが、まず細川選手は1.5軍というか、まあ、未来の大砲というところまで来ることができました。何かのきっかけ次第で変わってほしいところです。 そして京山選手は今季良さを見せてきました一方浜口選手は今季当初良かったもののやはり100イニングを安定して計算できるコアになってほしいところです今のところ1年目が最も良かったという形になってしまいます で、佐野選手に関しては圧倒的コアでチームの欠かせない戦力もちろん再開指名からここまで上げることはできたのですがすでにいない選手が多く全体の評価としては低めにしました5年前ドラフト全体評価はこんなところですやはり山本選手山岡選手と有望株の山崎総一郎選手さらに即戦力で沢田選手黒木選手現在は育成となりましたが榊原選手らを獲得できているオリックスが一番高い評価と言えます唯一の S s 評価にしましたその次で中日はコア たりと複数年戦力選手である藤島選手らを獲得できているということで高めに評価し西武はコアと複数年戦力選手を3人出せていてその3人が優勝に大きく貢献していることを考え高めにしました。 そして、大山選手、糸原選手と、まあ、特に守備で言われることはありながら、打撃での貢献度は大変高いですし、これまで多く出場してきたこと、阪神での存在感を冷静に見ると、ものすごく大きいことで高めにして、吉川選手、大江選手、畑選手、松原選手と、まあ、絶対的なコアではなかったとしても、複数年戦力選手を多く出している巨人が高い評価になるのかなと思います。 そして今シーズン評価を上げたのが広島で、佐野選手を出せている DNA もかなり高い評価になりますが、田中正義選手等を素材ドラフトにしたソフトバンクは少し苦しんでる選手が目立ち、ヤクルトも梅野選手は1シーズンの酷使になりたどを苦しんでる感じもあります。まあこの年のドラフト目玉だったのはやはり田中正義選手、そして佐々木千早選手らになるのかなと思っていて、その2人を獲得できたからといって最高評価になるかどうかっていうのは、やはり5年経ってみるとわからないんですよね。で、このドラフトが必ずしも順に直 すするとといいいうものではないと思いますがオリックスのこのドラフトは歴史的にも相当すごいドラフトだなと思いますしこのドラフトがなければ間違いなく今の優勝はなかったんじゃないかなと思います以上が本日の動画でございますご視聴ありがとうございました